世界で次期戦闘機開発が進む中、日本やイギリスでも次期戦闘機開発は進んでいます。そんな中、日本とイギリスが次期戦闘機ジェットエンジンを共同で開発するとの情報をキャッチしました。今回は次期 XF9 ジェットエンジンを詳しく見ていきますね。何も表に出ていないので、全てをお伝えできるか、ほとんどは今後の展開を考察しながら話します。日本の主導で開発が進んでいる次期 F2 戦闘機。ここに採用するのが XF9 エンジンですが、一説では F2 に戦闘機エンジンよりも優れているという嬉しい噂もあるのです。この XF9 エンジンは IHI 社旧石川島播磨重工とイギリスの高級車メーカーロールスロイス社が共同開発を行うという情報を入手しました。これについて詳しく見ていきたいと思います。身内びいきと言われるかもしれませんが、IHI のテクノロジーは最高です。もちろん、ロールスロイス社の技術も素晴らしいと思います。2021年7月3日、メディアから発表がありました。航空自衛隊が現在使用している F2 戦闘機の後継機にと開発を進めているのが第6世代戦闘機ですが、そのエンジンを日本企業の IHI とイギリスのロールスロイス社の共同開発の方向で進んでいるというニュースです。ロールスロイス社は同名の高級車で有名ですが、実は第6世代戦闘機テンペストのエンジンも開発している軍事企業でもあるのです。日本とイギリス両政府間で最終調整に入ったようで、2021年6月、イギリスの観光都市コーンウォールで開催された主要7カ国首脳会議 G7 サミットのイギリス・ジョソン首相と菅首相との会談中に、戦闘機エンジンの共同開発についてのやり取りがあったとみられています。それを証明するかのように、6月下旬、防衛省の担当者がイギリスへ赴いて協議していますし、現在は最終調整をしている模様と推測されます。その後7月19日、ある新聞が IHI 社とロールスロイス社の戦闘機エンジンの共同開発を目指して、日本とイギリスの高官が詰めの協議に入っていると報じました。2日後の7月20日、イギリスのウォレス国防相と岸防衛省の会談が行われました。イギリスの空母クイーンエリザベスを中心とした空母打撃群来日の際の寄港地の打ち合わせや、次期戦闘機のエンジンシステム開発に関係するサブシステムレベルでの協力について、速やかな議論を行うことを確認したという発表がありました。エンジンシステム開発にかかるサブシステムレベルでの協力という表現から考えると、エンジンそのものを新しく共同で開発するのではなく、お互いが開発していく中で、エンジンに活かせるテクノロジーがあれば協力し合おうというレベルではないかという意見も聞こえてきます。XF9 エンジンですが、2018年6月、防衛装備庁に納品されたプロトタイプの性能確認試験を行ったところ、目標の最大推力15トンが見事に出力されたということです。この XF9 エンジンのメリットは、設置する航空機に合わせて推力やサイズを調整できることです。次期戦闘機への設置については、今後、一層のコンパクト化を目指して開発されていくのでしょう。そこに、航空機エンジンにかけては、定評があるロールスロイス社のサポートを受けられるというのは、何とも心強いと感じますね。ちなみに、イギリスを中心に、イタリア、スウェーデンが参加しているテンペスト計画ですが、現在開発が進められている第6世代戦闘機の中では、
最も早く実用化されると言われています。ということは、ここまで進んでいるのに、一から全く新しいエンジンを乗せ替えるということは、どう考えてもありえないと思えますよね。何と言っても、時間や経費の無駄ですしね。また、日本もイギリスも、現在開発中のエンジンをガラッと変更することは考えられませんから、今回の共同開発の目的は、新規開発というより、二国間で共有できるテクノロジー使用による経費削減が最優先ではないかともささやかれています。日本の次期戦闘機開発には、2兆円以上の経費が必要とされている上に、予定調達数は、わずか90機しかないので、海外へ輸出でもしない限り、費用対効果は期待できないでしょうね。残念ですが。一方のテンペスト計画では、イギリス、イタリア、スウェーデンの3国合わせると、400機ほどの需要が見込まれています。となると、エンジンの共同開発部分が増えれば、経費節減につながると思われますし、経済的には大いに助かることになるでしょう。しかし、日本がイギリスとエンジン共同開発をすることに関して、心配なことがあるともささやかれています。それはアメリカの出方です。昨年次期戦闘機の開発支援先に決定したのは、アメリカのロッキード・マーティン社でした。この会社との関係に悪影響が出るのではないかと不安視する声があるのです。かつて、F2 戦闘機開発に関して、日本は、この会社に、煮え湯を飲まされた経験があります。ですから、日本がイギリスに接近することでまた、無理難題を吹っかけてくるのではないかという疑惑を抱く人も多いようです。それだけではなく、ロッキード・マーティン社から、導入を進めている F-35 ライトニング2戦闘機の購入、ひいては、運用維持費、整備費などへも、影響が出るのではないかという心配の声も聞こえてきます。確かに、これまでのロッキード・マーティン社の動きを考えると、前述のような懸念は、10分あり得る話です。この会社が何とかして、日本から自分たちの儲けをひねり出そうてとしていることは、F-15J の近代化改修計画を見ても明らかです。この時は、経費を見積もりの約3倍にも水増しして吹っかけてきたのでした。こういった事実を踏まえると、イギリスとの共同開発を匂わせて、アメリカ側を牽制することによって、F-15GA の改修費交渉を少しでも有利に展開させようという企図があるのではという見方もあるようです。つまり、そっち、アメリカがダメなら、こっち、イギリスがあるぞ。プレッシャーをかけようとする思惑も考えられます。日本政府が珍しく強気に出たという感じですね。一方のテンペスト計画もこの共同開発をめぐって様々な思惑があるようです。ヨーロッパには現在第6世代戦闘機のテンペストとフランス、ドイツ、スペインが共同開発を進めている FCAS 計画、将来戦闘航空システム、英語、フューチャー、コンバット、エアー、システムがあり、ヨーロッパは二分されている状況です。ヨーロッパは、これまで EU というまとまった輪の中で、一枚岩の協力体制を誇っていると思われてきたのですが、他国との協力による不利益より、自国の利益を選んだイギリスが、脱退を決定したことで、鉄壁の EU の土台が大きく揺らぎ始めてきました。しかし、以前、ユーロファイタータイフーンを開発した時に、
フランスが離れましたね。ヨーロッパは決して一枚岩というわけではないのです。つまり、一国、この場合、イギリスが離脱しようが、しまいが、各国の思惑、利益が合致することは、将来的にもありえないでしょう。そういったことを考慮すると、イギリスがテンペスト計画を推進するためには、ヨーロッパの国ではなく、防衛装備移転三原則によって、武器の共同開発規制が緩和された日本と手を結ぼうと考えるのは当然のことではないでしょうか。今後、日本とイギリスの共同開発がどういうふうに進んでいくかについては、情報が非常に乏しいので予想も難しいのですが、従来軍事面では全てアメリカ頼み、何事に関してもアメリカの言いなりだった日本の立場を向上させてくれる絶好のチャンスになる可能性があるのではないかと思います。日本は、ご存知の通り、アメリカに兵器開発を任せていたために、言われるが、ままに、高額な兵器を買わされていたのですが、イギリスと共同開発することで、アメリカと距離を置くことになります。そのことによって、国産化が進めば、将来的には、大きな経費削減につながっていくと思うのですが、いかがでしょうか。日本も今後、長期計画でのジェットエンジン開発を検討する必要に駆られています。XF9 を超える性能と小型化で、今後の対中圧力をかけていければ、日本の防衛力強化へとつながりますね。